はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルビーです。では、今回は、ハーツ・オブ・アイアンじゃないですね。カンパニー・オブ・ヒーローズ、ノルマンディ進行、ミッション7、ソトバスト、こちらをプレイしていきたいと思います。ちなみに、ハーツ・オブ・アイアンの方は11月24日、日本時間ですね。新しい DLC 発売予定ということになっていると思いますので、僕もプレイはしたいなと思ってます。では、ソトバスト、中身、ご覧いただきたいと思います。連合軍情報部は V2 ロケット発射基地の所在を探り当てた。この脅威に対処すべく、ホークス中隊に発射基地強襲が命じられた。中隊の任務は、発射基地の守備隊を無力化し、V2 ロケットを破壊することだということですね。では、ミッションをプレイする。I've been told we captured over 40,000 German prisoners in Cherbourg. It was hard to accept that we fought so hard for this port, and all we got.Was a huge ruin. The Germans had destroyed it so badly that it was months before we could use it. Taking the city did have its perks, though. Hidden in a bunker, we found secret Nazi documents. Here are schematics of the actual V2 rocket itself. The launch base is hidden in a valley to the south near the town of Sadovast. It appears to be half buried in the hillside and is still under construction.The launch platform itself is heavily defended, ruling out a direct bomber strike. Therefore, this will be an airborne operation. After nightfall, we will land paratroopers within the perimeter walls of the base and assault the launch platform on foot. This is a highly dangerous mission. Godspeed. Our main target is the V2 launch platform located here. Planting demolition charges will create a chain reaction, destroying the base. The base is protected by anti-aircraft guns. These limit where we can drop our paratroopers. Take out those guns quickly to open up our drop zones. To ensure our supply lines, we'll need a secondary attack here at the main entrance. Understand, we will have no base of operations.This means we need to raid enemy depots to capture heavy weapons. Let's get to it. はい。今回は、まあ、戦車や対戦車砲なんかを自分たちで養成することができないということですね。となるとちょっと苦しそうだな。さて、まずは突破しなきゃいけないですね。では、奮起を使って一気に駆け込んでいきましょう。対空砲と機銃をこれでなんとか無力化していきましょう。無力化しましたね。そしたら、まず一体は、この、機銃を確保して、逆にね、出てくる敵を倒していきましょう。では、一体を確保しましたね。ここで、一旦防御陣地築いておきましょう。では、続いてこの正面入り口に2つ、監視塔と、ここにですね、重火器が設置されているので、これを決死の、突撃作戦、奮起を使って破壊しに行きましょう。なんとか投げ込んで帰ってきてくれっていうね。投げ込んだのを見たら撤収。
なんとしても帰ってきてくれっていうね。さあ今度はこの確保した正面入り口ですね。ここを死守しましょうという作戦に変わってます。まあなんとかここ死守できるように頑張りましょう。なので土のうを積んでおきます。スナイパーとかがいるとね、すごくいいのかなと思うんですけど。残念ながらね、スナイパーいないんで、ここは耐えましょう。せっかく積んだ土のうが破壊されたら、また戦いの中であっても積み直します。あと敵が来てない今のうちに地雷も積んでおきます。今のところ正面入り口こんな感じでね、強固な土のうを積んだり、地雷を撒いたりして、しっかり守りきれているという状態ですね。このままあと2分30秒守りきります。さあ、守ってたことによってドラッグとあと公平が来ましたね。公平は大きいなぁ。さらに10分防衛して、次の増援を待ちます。まあ、増援を待つこの10分間の攻防は、まあ、普通に戦ってれば、なんとかなりそうですね。シャーマンが到着しましたね。これでちょっとはまあ、戦いやすくなるかな。まあ、そんな風に思うので、ちょっと舞台進めてみましょう。まあここに一つ対空砲があるように、いろんなところに対空砲があるので、この対空砲をまあ排除しながらという戦いになると思うので、これはねしっかりこの戦車シャーマンを使っていきたいと思います。でシャーマンのお供にはやっぱりね、ちゃんと公平をつけます。回復しながら、まあ、そういう戦いですね。戦車がいることによって味方の損害もね、だいぶ食らわずに戦えるっていうのは大きいですね。対空砲を無力化していきます。まあ、これをしばらく繰り返すのかなと思いますね。で、さらに増援で装甲車と戦車来ましたね。一応これで戦車2両っていうのが、全ての量、全量のようなので、これで、まあ、戦い抜いていく必要があるというところですね。ここは安全を確保しながらですね、進んでいきたいと思います。ここまで本当に戦車を使えば難なく制圧できてますね。まあ、ちょっと怖いのがね、迫撃砲とかによる攻撃が怖いんですけど、まあそれもここまでのところうまくかわしながら戦えてます。で、マップなんですけども、一応ですね、ここからなんか基地の内部に侵入できそうな経路があるんで、ここはですね、ご覧のように機銃兵、あと迫撃砲なんかを置いて守ってます。で、その間に、マップの、まあ、真ん中から右側にかけての、対空砲のね、無力化、これを行っているという状況ですね。では、サブ、ミッション。タンクに爆翼を破壊して破壊しておきます。こういうサブミッションもあると面白いですよね。では、爆破します。サブミッションをかけています。さあ、では、残っている敵の対空砲の数少なくなってますけども、
ちょっとここからきつくなりそうなのがですね、ここですね。戦車をガッと上げる拠点が1個しかないので、ここ待ち受けされてるとちょっとしんどそうなので、まあ、せっかくあるこの航空偵察っていうのを使ってみたいかなと思います。航空偵察、やってみましょう。Air Recon available. Confirm. そうか、航空偵察やると敵の対空砲の餌食になっちゃうんだな。こんな感じで見えましたね。で、戦車がいると。なるほど。ここまで行くには戦車を何両か倒さなきゃいけないんですね。よく敵の配置が分かりましたね、これで。では、戦車をググッと上げましょう。戦車が入れないような、こういうところにも装甲車は入ってこれましたね。装甲車が入ってこれると結構、ここで視界が確保できそうです。こんな感じですね。あ、ロケットが打ち上げられてる。どんどんロケットが打ち上げられてるな。さあ、変わってマップの左側ですね。なんとか突破して拠点の確保ができそうです。なんか今、ここを走ってたのが敵の基地司令官みたいですね。なんか一人だけでしたけど。一人だけバーッと来てましたね。まあ戦車2対1だったらまあ有利ですけど、3対2とかだと分かんないんで、まあちゃんと戦車を狙うっていうのをね、ちゃんと徹底します。これで戦車に撃破しましたね。さあ基地中心部に完全に入ってきましたね。これであとはこの屋上の制圧と、そうだな、このロケット発射台に爆薬を仕掛けるだけになりましたね。ベテラン工兵は爆弾仕掛けるのもめちゃくちゃ早いですね。では爆破します。前のあの、シェノープルの方がきつかったかな。ここの方がね、あの、ワンセクターずつ一歩一歩前進して戦えるっていう意味では、作戦は立てやすかったですかね。ミッション完遂になります。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。